おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今回何をやっていくかといった話なんですけれども、オリバー・カーンのキャプテン特徴、マンシャフトの闘魂ですね。こちら果たしてどれだけ効果があるのかということを検証してまいりました。レジェンドマッチをキャプテン特徴発動ありとキャプテン特徴発動なしで、それぞれ50試合ずつ計100試合ですね、検証してまいりましたので、100試合って検証結果ね、ちょっと少ないかなとも思うんですが、スタミナね5消費するレジェンドマッチですので、お許しくださいということで、それでもやっぱりね、50試合って結構多いですからね。SWCC の最終予選1回分の検証してきてるわけですから、ぜひぜひ参考にしていただけたらなというところで思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ、まずはですね、その前に軽くカーンの説明していきます。カーンですね、現状最強のゴールキーパーです。キャプテン特徴カウンターを持っておりまして、マルディーニ以来のねカウンターではキャプテン特徴と、キャプテン特徴が一つの戦術で2人以上いたことはなかったので、カーンが初の、2人目のこれ持ちということですね。マルディーニが攻撃的なキャプテン特徴だったのに対して、カーンは、カウンターの自らのチーム選手全員のパスカットをチューアップするという守備的なものになっております。そしてもう一つね、特筆すべきはこのデアティターン、相手フォワードのねスタミナ1試合で全部削り切ることができるぐらい強力なスキルになります。個人的にはなんか、サイレント修正で下方修正されそうなぐらい強力な、スキルですね。カウンターセーブでも、私の場合まだカウンターセーブなんですが、黄色とか赤まで相手選手のね、相手フォワードのスタミナ削り切ることができるので、本当にカウンターセーブの状態でも優秀な選手なのかなというところです。で、能力値ももちろん高くて、セービングは5000超え、ハイボール、2500、飛び出し4000、メンタルも2000超えてて、パワーも2500超えということでね、すごく優秀な選手なんじゃないかなと個人的には思います。さあ、それではこのカーンを使って検証してきたんですけれども、検証したフォーメーションコンボからまずいきましょう。フォーメーションコンボはリ・インビーチビリを使いました。パス、パスカット、マーク、キープが、上昇するバランスのいいフォーメーションコンボでございます。3センターフォワードで、攻撃の人数をね、まあ多めにしております。で、全選手をカウンターにすることで、カーンのキャプテン特徴パスカットチューアップが全選手に反映されるようにしてあります。これの効果でイブラヒモビッチやフリット、マッサーロまで、カウンターのね選手なので、パスカットチューアップしているような状況になっております。で、検証の内容なんですけれども、連携戦でね不利有利が生じないように、まずは10試合カーンの特徴ありでやった後に20試合なしでやって、20試合ありでやって、20試合なしでやって、20試合ありでやって、10試合なしでやるっていうね、交互な形で検証してきてますので、連携戦等の有利不利もないような状況で進められたかなと自負しております。ってことでですね、それでは早速検証の方に行くんですが、その前にですね、役割設定の部分に関しましては、キャプテン特徴を発動させるときはもちろんカーンがキャプテンですね。カーンがキャプテン。カーンがキャプテンじゃないときはイブラヒモビッチをキャプテンにしてやりました。 PK、 フリーキック、コーナーキックに関しては全く同じ今のメンバーで何も変えずにやっておりまして、選手交代等はなし、50試合の検証の最中にレッドカード等が出てしまった場合も、どちらかのチームに出た場合でも検証は、その試合は入れておりません。完全にサラの状態で、純粋な得失点差と得点失点だけを見てきましたので、ぜひぜひ、共有できたらなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ、お相手はレジェンドマッチのベリーハードですね。総合値74,53、こっちは89,340ということで、総合値はね結構落とせるところまで落としました。もちろんね、負けたくはないので最低限勝てるぐらいの総合値にしまして、ただね、あんまり総合値の差があると対象して当然みたいになっちゃうかなと思ったので、今回はできるだけ落としてね、ディフェンス面でも差が生まれるようにしております。ってことで早速見ていくんですが、まずはじゃあイブラヒモビッチがキャプテンだった時から、マンシャフトの闘魂発動なし、マンシャフトの闘魂が発動してない状態で、50試合やった結果どうだったかと言いますと、50試合で181得点
26失点、50勝ではなく48勝、2分け0敗でした。引き分け2回ありました、50試合やって。で、引き分けの内容は2対2と1対1が1回ずつ、2対2の引き分け、1対1の引き分けが1回ずつで2分けです。残り全部勝っておりまして、勝った中の最多得点試合が7対0が1回ですね。その後に6対0が、複数回ありました。複数回って言っても、2回かな。うん。で、6対2で2点取られてる時とかもありました。まあ、7対0が一番最多得失点差の試合ですね。で、合計得点、合計失点を1試合あたりの換算にしますと、平均マンシャフトの闘魂を発動していない場合、イブラヒモビッチがキャプテンの場合は 3.62 得点、 0.52 失点でした。1試合あたり 3.62 得点、 0.52 失点ですね。まあ、合計181得点、26失点といったような形です。はい。じゃあこれがマンシャフトの闘魂ありだと一体どうなのかというところ見ていきましょう。全選手のパスカットが中アップした状態になりますと、合計得点が187得点、合計失点がなんと、これ驚きです、先ほど26失点だったものに対してこちら5失点でした。はい、たった5失点で、187得点5失点で、50勝0分け0敗ということで全勝しております。で、最多得点試合が9対0が2回ありました。先ほどはね、7対0だったんですが、今回は9対0です。まあ、得点の部分に関してはね、もちろん運も絡んでくるかもしれないんですが、やっぱりそのパスカットをしてね、自分の攻撃の時間が長くなる分、その分得点も取れていたのかなといったような感じです。ただ合計得点で換算したら、181得点と187得点、50試合して6得点しか変わらないので、そんな大きく差は開かなかったかなと。ただ失点の部分で言ったら21失点少なくなっております。これを1試合あたりの平均に直しますと、カーンのこのマンシャフトの闘魂がですね、発動している場合は1試合あたりの平均得点率が 3.74 得点、3.74 得点ですね。で、1試合あたりの平均失点が 0.1 点と、まあ、大きくここが分かれたところになります。平均得点は 0.12 かな、 0.12 得点、平均得点は上昇していて、平均失点は 0.42 失点減少しています。はい、ってことでですね、今回の検証結果はこんな感じです。まあ、50試合の検証ではある、50試合50試合で合計100試合の検証ではあるんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、26失点と5失点、まあ、明確に差が出ましたし、1試合あたり、ね、平均 0.1 失点と 0.52 失点、まあ、2試合に1回失点するのか10試合に1回失点するのか、まあ、若干得点も多く取れているということで、このカーンの、ね、マンシャフトの闘魂、星4カーンのマンシャフトの魂、以前継承した時にあんまりいい結果が出なかったんですけれども、マンシャフトの魂ではないこのマンシャフトの闘魂に関してはかなり、優秀なんじゃないかなという結論でございます。まだまだね、カーンガチャやっておりますので、ブラジルガチャじゃなくてカーン狙いに行くのもありなんじゃないかなっていうぐらいね、個人的には、結果が出たのかなと思っております。うん、以前ね、だいぶ前に検証したメッシのキャプテン特徴の時よりもこっちの方が、まあ、あの時も結構しっかり出てましたけど、まあ、やっぱりチーム全体のね、パスカットを中アップするっていうその傾向から本当に失点が少なくなってね、だって総コーチの差2万しかない試合で50試合して5失点しかしないんですから。で、2点以上取られた試合は1回もありませんでした。はい、マンシャフトの闘魂発動してない時は2点取られたりとか、多い時は3点取られたんですけれども、今回は最高でも1点しか取られていないということで、こんな感じでございます。はい、すごいね、まあ、こういう検証結果から見ても優秀なゴールキーパーだなと個人的には思いますので、まず引けてよかったなというところと、もしね、悩んでる方いらっしゃいましたら、カーン引きに行くっていうのもありなんじゃないかなというぐらい、
まあ、このキャプテン特徴に加えてですね、デアティターンという強力なスキルも持っておりますので、ぜひぜひ取る価値はあるんじゃないかなと思います。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。ぜひぜひね、カーン取りたい方またご一行いただければと思います。本当にね、私もまさかここまで失点減ると思っていなかったので、驚きの結果でした。はい、ということで、またね、何か面白い検証とかありましたらやっていこうと思います。ぜひぜひまたお越しください。ご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは、皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。